はい、じゃあ次はアイシャドウもうちょっとアップデートします。このシュウ・ウエムラのラメラメアイシャドウをね使います。何番だったかな、忘れた。これをアイホール全体に塗ります。そうするとねキラキラになります。これテンション上げたい時に使います。どうで、余力があれば下まぶたの上にも際にもちょん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 って塗ります。うん、かわいい。アイプチをして目の幅を変えます。アイプチできた日とできなかった日は全然テンションが違うので、はい、スーッと乾くまで目半開きです。30秒ぐらいですかね。透明になったから OK です。キラリン。あ、なんか今日いつもより激しい二重じゃないけど疲れてるのかもな。あとおでこが下がってきてると二重になりづらいんで、はんって、はぁ、うん、かわいい二重になりました。じゃあ左目もやります。ちなみにこれはゴム ラテックスで作られてるんで、まあコンドームと同じ、ゴムと同じ成分ですかね。目に塗ってる。こうやってピーって引っ張ってやるやつとか、普通に塗ってピーってやるやつだとどうしてもなんかくっついてるのが分かって、まばたきした時になんか痛々しいというか、あ、この人アイプチやってるなってバレちゃうのが嫌でこれにしました。これは去年新発売で一番ドンキで売れてるって書いてあって買いました。はい、うん、こんな感じ。 より目がパッチリしました。はい、ということで次はマスカラです。ラッシュエキスパンダーロングロングロングっていう、まあ、なんか売ってたマジョマジョのを買いました。おー、伸びる伸びる伸びる。で、まぶた、まつげの上からも攻めて大量に塗りたくる。右と左でまつげの長さ全然違います。次は下まぶたもやります。はい、これがレベル3モード。まあ、標準ってことですよね。はい。だいたいこれでいつも仕事に行ったり、YouTube を撮ったりしています。はい、じゃあ次はレベル4になると、お出かけモードになります。